306回トリック公開テストの感想になりますね。試験監督が超絶ど素人丸出しだったから、じゃあ、はい、難易度説明していきますね。もう分からん、どっちが正解だろうか。さあ、始まりました。もちゃちゃんね。さあ、今回はですね、受けてきました第306回トリック公開テストの感想になりますね。なるほどっていう感じの問題でしたね。今回は、どうだったんでしょう。ぶっちゃけ言うと全体的には優しいんですけど、わからんっていう問題が2問あったので、だ満点の取りにくい回かなっていうのが印象ですね。はい。すごい不思議な会場だったんですけど、あの会場にいた人は何こんなところあるのみたいな、劇場みたいなところでしたけど、で、3人途中退出してたよ。いいのあんなの。体調悪いんですけどっていうね。それで退出した人が、まあ、目の前にいたからさ、分かったけど、あと2人なんかさ、試験終了直前ですよ。出てって、で、試験終了ですって言われたから、こんなのあり、あれ採点されてたらずるいよね。待たないで退出だよ。そんなのありなの？わかんない。ちょっと、試験監督が超絶ど素人丸出しだったから、だってこう手挙げてる人たちいっぱいいるのに全く見ないみたいなね。毎回後ろにいる試験官みたい、危険官みたいな人がなんか毎回対応してたけど、ずっとなんかやってて全く見ないっていう人でしたね。うん、集める時とかチェックする時とかもめちゃくちゃもう、あれやなきゃ、あこれやなきゃ、あみたいな感じで3往復して何もしなかったとかあったからね。集める時やばくないですか？何してんの？何もしないでこっち、で、見かねたなんか上司的な人がもう横から入ってやってましたけどね。さすが、なんかしろよ、何もしないってどういうこと、あれもやんなきゃ、これもやんなきゃなのかわかんないけど、結局、あれもやんなきゃ、これもやんなきゃで何もやらないってやばいなと思いましたけど、はい、方の会場だったんですが、じゃあ、はい、難易度説明していきますね。もう、まずパート1ですけど、まあこれ普通ですね。特に、まあ受けてる人たちだったら、わかる表現が多かったと思います。トイックをね。ただ、同じフォームとは限りませんので、受験されてる方ね、別フォームの可能性もあります。その受けてる人たちだったら、あ、聞いたことある、聞いたことあるっていう感じだけど、受けたことない人は、ってなるよね。うん。だから、そう、表現でやってないと、こんなの出んのみたいになると思いますね。だからやっぱ表現知ってるかどうかっていうのが大事だし、1個は多分消去法じゃないと無理ですね。相当難しかったかなと思います。ただ消去法ができればいける。あとはちょっと重なりすぎてる。B が3個あったよね。確かね。6問中 B3 つって、ちょっと半分 B だから、うってなった人もいるかなと思います。続いてパート2。まあこれは普通にしておきます。もちろん変化球がドドドドド、まあ後半だったね、多かったのはあるので、変化球に慣れてないといけません。だから直接的な回答じゃなくて、間接的というかこう遠回しな回答。やっぱこれが苦手な人にはきつい。けどやっぱりもうお馴染みのパターンだったんで、今回は。だから受験なんかもしてるっていう人とか、対策きちんとやってますとかね、まあパート1、2特急って僕の方もありますけど、そういうのでやってる人にとっては、楽かなと思いますね。今回はなんかすっごい突拍子もないのはなかった。 Where と When のね、対決、 When と Where って聞きづらいんですけど、それも引っ掛けはあったけど、そこの部分だけじゃなくて動詞でわかるとかっていうのもあったりして、うん、まあいつもの通りかな。 Why に対してはいつも Because で答えるなとかですね、いつも通りのパターンが多かったですね。で、続いて Part 3ですね。今回は今までよりは場面が浮かびやすかったと思いますね。はい。だいぶ分かりやすかった。パート4もそうですね。いつもなんだこの場面、分からんよこんなもん、はぁってなるのが多かったのに対して、うん、だいぶ分かりやすかったかなと思って。1問だけ？パート4かな？多分状況が分かんない人はいたんじゃないかなと思いますね。1セット。結構難しい。まあ今までに出てるんですけど、トイックに。でもそれ出会ったことないと、ってなっちゃうと思いますね。模試とかにも入ってないことが多い。それぐらいかなと思いますね。だから結構頭ぼーっとしてる。そうですね。僕、神戸から来てますんで。大阪か。泊まったの大阪なんで。大阪から受験に来てるので、受験にとか戻ってきたので、すごい新幹線でもフラフラな状況で来てるんですけど、そうそう。3時ぐらいに寝て6時に起きてるので、はい。3時間睡眠でフラフラなんですが、それでも、ああ、今回はだいぶ解きやすいなと思ったので、何かしらミスがない限りは大丈夫かなと思います。そうそう。今回の縛りはですね、はい。長時間移動、短い睡眠でどれだけ
できるのか満点取れるのかっていう縛りですので、はい、どうなったのかちょっと楽しみですね。あ、ちなみに前回のやつ、そう、前回ショート動画だから縛りあんまり発表できてないんだけど、 TikTok でしかやってないか。前回は消しゴム使っちゃいけないっていう縛りでした、はい、いやー前回よりは全然楽、はい、消しゴム使っちゃいけないって、あ、これ多分間違ってんなって思っても消せないんだもんそれは地獄でしたけど、そう、あとだから見直しが無意味そうそう、見直ししたってね、消せないからさ、見直しする意味もないっていう状況でしたけど、今回はちゃんと見直しました、はい、特にパート6の時にこうトイレ行きたいトイレ行きたいってなってたんで、はい、パート6のところを全問重点的に見直したりして、でパート5見直してとかってやったんですけどね。はい、でじゃあそのリーディングなんですが、パート5はまあ普通ですね。人によっては優しめになると思います。はい、だちょっと難しい単語が出てました、実際。ただその単語を知ってなきゃいけないっていうものでもなかったので、楽だったかなと思います。そのなんか有名なものが多かったですね。あ、またこれかみたいな感じでだいぶ優しかった。でパート6もまあ普通としておきますね。まあ、文挿入問題が優しめだったかなと思います。だから急いで解いちゃって、それをこう復習で言った時に一個も直さなかったんで、ああなんだっていう感じで、ていうか一個も直さなかったな今回な。今回こそ消しゴムいらなかったな。直してないな。あ、パート7で一個だけ直したか。うん、で続いてパート7ですね。これがむずい。もうめっちゃむずいというか満点潰し問題なのかわからんけど。無理ですよ。3問、うん、納得いかない。3問ですよ。まあ、だから、これから言えることは何でしょう、推測できるのは何でしょうみたいなの。いや、ありえるじゃん。これ OK にすんだったら、これだって状況考えりゃありえるだろうっていうのが3問もあったんですよ。で、そのうち1個は、まあ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 納得しましょう。まあ、絶対これが正解だろうっていうけど、この2つに関しては分からん。どっちが正解なのか。なんで、どっちが正解か分かんないものが2つあったので、今回は満点は分かんない。これ外れてたら無理かなと思いますね。いやー無理だ。状況を考えれば考えるほど、これだってあり得るじゃん、こういう状況だってあり得るじゃんって言ってドツボにはまるみたいな感じでした。こっち OK でこっちダメって言える、ね、かなり深く想像しなきゃいけないんだから、だったらこれだって絶対あり得るじゃんみたいに思って納得いかなくて、その2問にめちゃくちゃ時間がかかりましたね。読み直してもって感じです。はい、まあこれからね反省会の生配信やりますので、そちらでぜひとも、まあ意見を、わかんないですけどね、意見が飛び交うかどうかわかりませんが、そちらで、まあいろいろと話聞ければなと、皆さんの意見聞ければなと思います。で、メンバーシップレベル2以上では、はい、トイックの授業をやってますので、はい、そちらを見たい方はぜひチェックしていただければと思います。はい、どうだったでしょうか。受けた皆さんお疲れ様でした。いやこう悩んだっていうか、納得いかない納得いかないって言ってでなった回でした。はい、ぜひ皆様のご意見もお聞かせください。はい、それではご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.